Ladies and gentlemen, we will now demonstrate the use of emergency equipment on board this aircraft. Demonstration will be conducted in Japanese. If you have any questions, please ask your cabin crew. Thank you.着陸の回だけでなく、突然の揺れに備え、シートベルトは常に腰の低い位置でしっかりとお締めください。先端の金具をバックルに差し込んでお締めください。レバーを持ち上げると外れます。座席のポケットには安全のしおりが入っています。安全姿勢をはじめとした緊急時の情報が記載されています。離陸前によくお読みください。この飛行機には非常口が8カ所あります。キャビンクルーが示すお近くの非常口をお確かめください。視界が悪い場合は発光テープに従って避難してください。機内には脱出用スライドと救命ボートが備わっています。万一避難の必要が生じた場合、キャビンクルーの指示に従って速やかに避難してください。手荷物はすべて残して避難してください。避難の妨げや脱出用スライドを破損する恐れがあります。ハイヒールは脱いでください。脱出用スライドを破損する恐れがあります。酸素が必要な状態になると自動的に酸素マスクが降りてきます。強く引き寄せ、鼻と口を覆い、ストラップを締めて調整します。酸素が流れていることを確認してから、お子様や周りの方の着用を手伝ってください。救命胴衣は座席の下にあります。頭からかぶり、体の前でバックルを止め、紐を締めてください。2つの赤いタグを引いて膨らませます。膨らみが足りない場合はチューブから息を吹き込みます。救助の際に注意を引くためのライトと笛も備わっています。救命胴衣は機外に出てから膨らませてください。離陸の際は座席の背もたれ、テーブル、肘掛けを元の位置に戻し、窓の日よけを完全に開けてください。最後にシートベルトが腰の低い位置でしっかりと閉まっていることをお確かめください。安全のしおりを含む